Berlin. Thank you.
ですね、ツイッターに9時半スタートって書いてあったんで9時半まで待ちます。私9時だと思ってたんですけど、ツイッターのリツイートを見たら今したんですけど9時半って書いてあったんでね、さすがに全世界に発信しといて先にやっちゃやばいだろうみたいな、まあ後から全然追加でできるとは思うんですけど、現在関東が16、関東以外が9ですね。 Wi-Fi ないな。前夜祭今エントリーをしております。エントリーまだない人お願いします。前夜祭は関東対関東以外ですね。で100円となっております。現在、関東が17、関東以外が、9ですか。ちょっと人数差が出てきましたね。関東はさすがに増えないか。まあそうだね。まあ9時目指してくるよね。あ、遅れて参加しますって。あ、はい。いや、ともさん。ともさんでも、書いてあるよね。誰か書いてあるみたい。大丈夫ですね。やっぱ関東は多いっぽいな。さっきまではちょっと少なかったけど、まあ、あと20分ありますし、まあ、増えるとしたら関東か。どうしよっか。え？関東側は割と、おい、もう本気で言ってんのお前。え、戦に出れるんだぞお前。戦出れない人はいないってのやばいっしょ。ね、一個の上級者のあれでしょ。え、だから戦出れない人が一人っていうのはきつくないですか。ね、フジモンとか KKY とかそっちは何人もいるじゃないですか。だけか。あ、クッスもでしょ。中村もそうだね。うん、ああそうか、去年優勝した。でも戦優勝して卒業はさ、どうなのっていう。まあまあまあ、そんな勝ちたい、そんな勝ちたい。え、何、あ、事故。ああ、なるほど。なんだそれ。まあそういう意味では、まあ今指輪と嘘つけ。あ、トロスさん忘れたふりして。いや、それはまた、じゃあ分かってる、趣旨が分かってないね。まあそのままやるかな。どうしよう、まだ時間あるけど。
誰？確かに。Wi-Fi、Wi-Fi を教えちゃっていいんですか？パスワード。なんかね、ちょっと今人がいすぎて繋がりにくくなってるんだよね。Wi-Fi。多分そうでしょ。ねえ、ハグさん。Wi-Fi パスワード教えたって大丈夫ですか？どうしますかね。まあ人数が多いからって有利なわけではないからな。やっぱりプレイヤーのまああの熟練度というか、まあ関西の方は強そうですね。パッと見は。俺は無理ですね。俺は無理、無理だった。60回やって2割ぐらいしか来てなかった。まあこのままやった方が楽っちゃ楽だな。で決着ついたらサドンデス的な感じで全員出れるような感じでしょ。うん、だからまあバーサスと一緒だよね。やっぱ年末はやっぱり結構人が少ないんですね。去年もこんな感じだったの。前夜祭来てないんだよ。覚えてないな。でもどうせずれたとしても1日だよ。うん、11? ずいぶん早いね。いやクリスマスぐらいにあったのかな。1週間前とか。何どこ？コミケはまあ行ってる人も、いやまあ行ってでも来れるでしょさすがに。ああ疲れてね。まあ確かにね。はい、まあ、順番はあの話し合いで先決めて固定でいいんじゃないですか。まああのそこら辺が醍醐味なんでね。まあ話し合いは微妙かもしれないね。エントリー終わってない方いないですか。
じゃあもうとりあえず9時半スタートだけど準備だけしとく？順番決め。じゃあ順番決めをしたいんで、関東と関東以外で集まる感じにしよっか、とりあえず。うん、中断しちゃってもいいですか？ご時代中断でもいいですか？大丈夫ですか？はい。じゃあとりあえず順番決めるんで、あの、のじあいこれで最後で一旦止めてもらえますかね。こういう交流が目的みたいなもんなんで、はい、申し訳ないですが、のじあい一回ここで中断でお願いします。で、関東チームがワンピー側にしようかな。ワンピー側で集まってもらおうかな。ちょっと聞いてください、これさ、まとめてくれる？これ関西はこれでスーピー側で、あ、これ、これがあった方がいいね。ヤンさん、あ、どうも。今バルログだよね。エスバルログ。ヤンさん知ってるでしょ？プッスーと9、9かな？うん、9。9のはず。じゃあ、しゅうさん、申し訳ないですけど、あの、これ、順番を、関東がね、17です。17人ですね。17対9。まあ、しょうがないですね。ちょっと、はい。これで、こっちにする？こっちの方がいいね。ワンピー側はこっちでしょ？こっちはワンピー側でしょ？ワンピー側関東で、スーピー側関西でお願いします。文字合いをとりあえず止めて、まあ関東チームはあれですかね、なんて言うんだろう、カウンターの方に来ていただければと思います。17人ですけど、であと郵便さん、エントリー費まだもらってないんで100円を用意していただければと思います。あれ、もうちょ順番じゃないの？え、もう順番決まっちゃってんの、それ。これ順番でしょ？もう順番これ決まってんの、これ。大丈夫？え、長州さん決めんの？聞くまでもないと。指輪さんいますか？あ、あった？なんか順番もう勝手に決まってんだけど、ゆうちゃん。あ、長州さんが決めたから。あ、長さん来た。じゃあ長さん。お疲れです。疲れすぎでしょ。で、そこに置いとけば。はい。一番手行きたい方いますか、関東。関東一番手行きたい人。一番手行きたい人いますか。はい。じゃあ、内山さん一番で。あ、シロさんも時間やばいんだったら。電車やばい人います？電車やばい人。電車やばい人いれば大丈夫かな？挙手、いや、遠征の人はいないんじゃない？関東だから。あ、まあ、うん。遠目の人いないね。今聞いたから。3名行きたい人いますか？あ、希望聞きますよ。希望なければ勝手に決まりますよ。俺はどこでもいいな。別に。15？ はい。どうだろう、特になければこっちで決めちゃいますけど大丈夫ですか？なんか希望ないですか？大丈夫ですか？大丈夫、みんな大丈夫？大丈夫。じゃあ俺決めちゃうよ。トモさんが俺の一個前がいいかな。はい。あ、野口くんもいんのか。あ、でもフェイロンだもんね。じゃあ、野口くんは結構早めがいいかな。とりあえず、セオさんくんは消えて、トモザ。で、シノさんも消えて、ユーベがジャイアン。中文は敵。
じゃあ太郎さんは、太郎さん3番手いこうか。太郎さん3番手お願いします。キナコングさん、キナコング太郎さん。で4番手は、4番手は中島さんお願いできますか。早めでお願いします。ガイルなんでね。でほぼ山本さん5番手かな。5番手お願いします。あ、こうかこうかこうか。で野口くんあんまやってないんだよね。 M 浩二さんいらっしゃいます。 M 浩二さんいらっしゃいますか。あ、はい。じゃあ 6番手お願いします。 DJ M 浩二さんがここ。いや全然大丈夫です。じゃあお茶る丸さん。はい。お茶る丸になってるじゃん。お前7番手で。で8番手を歌舞伎くんお願いできますか。うん、向こう入ってやってる。で次9番手を野口くんにお願いしようかな。9番手野口くんお願いします。で10番目長州さんだな。で11番目をグッチさんいきますか。グッチさんちょっと早めでお願いします。11で12がグリグラさん先に12でお願いします。でバイパーさんが13。はいはい、決定です。じゃあ 1P2P じゃんけんを、対象同士でやりますか。瀬尾さんと大将長瀬さん、フジモンって書いてあるけど、あ、おい、フジモン、あ、バルログだな、あいつ、いい加減にしろよ。長瀬さんいますか。瀬尾くんはいる。あ、いますね。じゃんけん大将なんで 1P2P で。勝った。勝ってどうだろう。バイパーさんどっちがいいの。 1P がいい。 2P が次。あー、バイパーさん以外 2P か。でもフェイロンとかも 1P がいいんじゃないの。どっちでもいい。でグッチ君絶対 2P だよね。 2P にしますか。どっちでもいい。だって瀬尾君どっちでもいいんでしょ。ゆうちゃんはどっちでもいい。俺は 2P がいいんだが、ワイパーさんは 1P がいい。でケーキ屋がいるんですよ向こう。あいつ 1P じゃないと出ないから 1P にしますか。ね、じゃあ 1P で関東が 1P でちょうどこっちにいるんでね。で関西が向こう側ということで、17対10で結構差がありますけど、
一応バーサスの東西戦みたいな感じで、残ったらサドンデス的な感じで、やろうと思います。一応9時半スタートでいいかな。もしかしたらまだ来るかもしれないんで、とりあえず9時スタートで、待ってていただければと思います。意外とね、人数ね、明日の説明、あ、そうですね、明日の説明しますか。何説明しましょう。あ、もう明日、フォックス本番なんですが、まず大会形式は、4ブロックに分けてのダブルイルミネーション形式。すごい名前ですねこれね。ということでチームが1回負けても終わりじゃありません。ブロック予選の間は2回負けるまで敗退じゃないので、チームの方々間違って帰らないようにお願いいたします。1時だっけ、代表者が来るのは。代表者が来るのが1時で、スタートが2時ですね。で当日が、当日予選の人が多分12時に始めるとかじゃなかった。ちょっとその辺自信がないな。ちょっと待って見る。確か12時だったと思うんだけど、篠さんわかる？見つけられます？ノートあるといいんだけどな。で、12時、はい、当日予選エントリーは、半とかかな。当日予選のエントリーが11時で、11時でスタートが12時、当日予選のスタートが12時という、なんか我々運営は10時半に来るようにという、まあ、そんな感じですかね。で、ブロックを2位で抜けた方はちょっと不利になります。決勝トーナメントでまず各ブロックの1位に合計8チームが、2位の4チームが、まず4つ角といいますか、トーナメントの4箇所に配置されまして、うん、1位抜けのチームが順番決めをして、1位のとこから好きなとこに入るというシステムだと思います。で、2位のチームは1位のチームとやるときは先方を必ず申告しなきゃいけません。相手にかぶせられます。かつ 1P、2P も取られます。でトーナメント勝ち上がって2位同士がやるときおよび1位同士がやるときはじゃんけん、通常通りじゃんけん、うん、で申告、はい、先方は申告、先方は申告という形になります。はいはい、5人とかはないのね。5人とかはなかったような気がするけど、一応あれ、シロさん大丈夫だよね。5人目勝った方ってなんかアドバンテージって 1P、2P と先方だけでしたっけ。5人目とかあります、新対象みたいな。5人目なかったような気したけど、なかったような気がするよね、うん、あれあったのって、5on5 5on とかの時エスト、いやでもいやエストはなかった、ね、1回目のフォックスはあった。あ、あった、わかんない、確かなかったような気するんだよな、昨日読んだ時。まあでもそこら辺は明日また待つんがね、まあまあ言ってくれるとは思うんですけど、あんまりここで適当なこと言うとまずいので、ね、しっかりと説明してくれると思うんですけどね。今日は松野さんはなんか多分仕事ですか、まあ分かんないですけど来れないっていう話で、うん、私が代理でやっておりますが、特にちょっと分かんない感じ。なるほど、はい、じゃあまた明日そこら辺はまあ、また明日、ね、始まる前にその辺の説明をもう一度させていただきますが、はい、でまあ当然明日今日より全く人数増えるんで、まあ店内ちょっと人で混雑することも、予測されますんで、まあ、ゴミの片付けですとか、あと、まあ、円滑な運営 の、 あの大会の進行にご協力の方またいろいろお願いすると思いますので、よろしくお願いいたします。というところで、じゃあ大体もう2分前ぐらいなんで準備スタンバイしますか。 1P 側が、関東チーム、先方は、苗場さんですね、チュンリーかな、チュンリーですね、で関西チームが 2P 側、清もさんのバイソンということで、じゃあ着席をお願いします。で手前が 1P、 手前が 1P ですね、奥が 2P で、でシルさん、あのクレジットとかなくなったらやる感じでお願いします。さあ、あと1分。じゃあまあ、あの関東と関西ちょうどいいね、まあそうっすね、応援実況みたいな感じで、まあ、ダルシムコンビがお送りいたしたいと思います、はいね、明日当たるんすけどね、なんか知んねえけどまあね、同キャラやりたくないな、やりたくない、ね、お互いねちょっと練習したけど運ゲーだわ。
じゃあまあ喋ることもなくなったし始めますか。ちょっと1分早いけど。そうする？まあまだ待つ？一応待つか。あと、まあそこも電波時計でやると誰かの文句じゃないと思うよ。なるほど、なるほど、なるほど。あと本当に1分ですね。ちょっと早めにやったとか言ってね、文句言う人もいますからね、このなんかね。最近叩かれポイントをね出すといろいろ大変ですからね。大変ですからね。あれでも逆に叩いてる方もリスクあって、そんなこと叩くのみたいな。逆にツイッターとか見てるとさ、ツイッターの場合さ、匿名つってもさ、なんかやっぱアカウントみたいなのがあるから、まあ5チャンネルと違ってね、確かにね、書き逃げっていうのできないですから。まあステイアカウントでね、いろいろあるっていうのも。そこまでする？いや、あのなんだっけ、自民党かなんかのやつでさ、ステアカで相当なんかいいとか悪いとかいうやつをやったっていうのがバラされて、やべえだろ。すごい話になって、逆にリスクあるだろ。やべえだろとか思ったんだけど、アホだろとか、なんでそんなすぐ分かるようなことやるのみたいな。さあと言ってる間に残り5秒。そうですね、あと5秒ですね。はい、さあ、じゃあそれではフォックス前夜祭関東対その他地域始めましょう。お願いします。盛り上がっていきましょう。今日は37人ですか。17対10、27名ですかね。はい、さあチュンリーバイソンはまあまあチュンリーですね、一般的には。まあ小物道でもね、草くんが2回転分からせてましたから、ここは関東一勝しておきたいですね。キモモさんはどうでしょう。あの関西ですよね。そうです、和歌山のプレイヤーなんで。じゃあちょっと遠いですね。ちょっと遠いんですけど、よくでもエンバラとか後発とかに来てくれますね。もう一応それでやったよ。今昔はまだちょっと遠慮がちなとこあったんですけど、最近本当に強気の攻めを覚えて、すごいバイソンらしくなったなって感じですね。投げしかやってなかった気がするんだけど、やっぱそういう強引さってバイソン絶対いりますからね。バイソンいるね、さあゲージ溜まったよね。さあゲージが溜まったが、さすがに光り返せなかった。だからね、多分ニュートラルにしてたから引っかかろうとは思ったんだろうけど、ちょっと足んなかったか。さあ2ラウンド制とはチュンリー側がちょっとリードしてますが、さあ百裂バリアと気候圏中足、これをかいくぐっていかにバイソンが近づけるかという勝負なんですが、このモードですよね。ちょっとチュンリーきついかこれ。さあ掴まれて、表ナイスだと。さあまだゲージが溜まった、あとくぐった。これは読みが良かった。飛び越し投げが失敗しちゃったのかな。さあ続きは篠本田さん。そうさん、本田バイソン、本田バイソン、これはこれ、まあ、バイソンだと思うけど、割とこれ実況しづらいよね。まあなんかよくわかんないよね。よくわかんないときたが、よくわかんないっちゃダメだろう。まあなんかね、あのなんだろう、攻めと守るポイントが分かりづらいというか、球がないから、そうですね、リズム取りにくいというか、結局バイソンがオーバーっていった時に頭突き合わされるとまずいんで。そう、あと張り手が結構面倒くさいのかな、張り手は。そうですね、しゃがみ中パンとかで置いとくしかないんですけど、ちょっと難しいですね。あとあのバイソン得意のつかみからの二択が話し合いちょうだよね。まあそうですね、機能しないのと、あとオア、おーっと、しっかり卓がやっぱり通用しないっていうのは、はい、まあ、バイソンやりにくいかなと。だからバイソン削って勝つカードですよね、どっちかっていうと、だからリードすると、あのバイソンの方は いけるというか。あとはだからターンパンチをどこで使うかっていうのが見せようかな。確かにターンパンチあるんだよね。これでもあのバイソン有利だけど、バイソン側にスキルいりますよね。そうですね、バイソンが気を使うカードだと思います。本田はなんかもうとりあえず使えばいいかなって。さあナイス張り手。さああと食らい投げ、あっとこれは食らってしまったか。ちゃんと繋いでましたね、まあ怖いですけど、ああいうリターンもあると。起き上がり長いやったらとかな、すごいやってしたな。あれがバイソンのいいところですよね。さあ張り手が早い、がやばい。さあ壊して、あ、また食らい投げか。今度は表だ、とっと脚裂が脚裂強くね。強迫裂やばいな、削りすぎ笑ったでしょ。さあどうぞ、おっと貫通、貫通した。さあ次は、ベータリラエさんの S バルログ。はい、台湾プレイヤーですか。台湾プレイヤー、台湾のヤンさんですね、といった方が通りがいいでしょう。いつもいつも海外からありがとうございます。
なぜ、なぜ S バルログなのかよくわかりませんが、あったんですかね、いつも S ホンダだった気がするんですけど。そしてまた相手がホンダっていうこの、ちょっとこれ結構バルログきついんじゃない。これ辛いでしょ。これあの爪が拾えないから割と削りが機能するというか。さあテラーがないのはね非常に。おお、テラーないんだっけ。ないよそりゃ。 S バルログにテラーあってやばいでしょ。おお、これなんですよね。あとバク転も1個しったっけ。バク転は P バクだけですね。じゃあ相当やりやすいね。このぐらいでよくね、バルログ。まあ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 、またそういうこと言うと強キャラが何甘えてんだって言われるからさ。いや結構これでもその弱くはないでしょう。んー、まあむちゃくちゃ弱い。まあ受け身だけつけてあげた S バルログでちょうどいいかなみたいな。さあ、しのさん、すごかった。さあ、次がアッコさん。長州さんがなんか上手くなってないっつって上から言ってますけど、どうでしょう。まあ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 、それはあなたはちゃんと烈火を出しましょう。辛い。バルログ、バルログを上位版最強キャラ。これはいい。わーっと、アッコさん山口のプレイヤーですね。そうですね。おっと、今大一丁が失敗したか。しのさんちょっと我慢強いな。アビーに怒れた。アビーには来てないですね。さあ、ショーパン。あと今のは メリーゴーランドやろうとしたんでしょうね。え、メリーゴーランドっていうのあれ確か。すごいな。あの、裏回り大使。はいはい、立ち分大使。ちょっと、ああ今のはもうテラしかない感じ。あとバク転ばっか。余ってないんじゃないかな、あの形だと。あ、バク転ですか。バク転も、そうね、バク転だね。バク転だと、まあとりあえず逃げれるけど。難しいよね、同時押しはね。さあ、起動してる。さあ、しっかり待ってますね。さすがに早出しには負ける。おお、ナイスカード。百裂がうまいですね。うまい。なんか地に足がついた立ち回りで。さあ、これは痛い。ある。あっと、おお、まあ、なんとか。さあ、しかし画面端なんで。おっと、これはお釣りが入る。これはまずい。さあ、体力ほぼ5分ぐらいだが、しかし、うわあ、これが強い。あれ減るんだよな。そう、壊し。壊し詰め止められるのいいですね。さあ、おっと、玉木飛びはさすがに。さあ、分からんぞこれ。さあ、調子に乗ったらこの有様だよ。さあ、ワンチャン。あ、しゃがみ大パン。おいちょミスかな。まあそうでしょうね。さあ次が太郎さん。太郎さんはバルログか。バルログドキャラですかね。さあこれも解説に困るカードですか。まあ上取った方が勝ちというかね。お、開幕バルセロナとハイクロー。さあ、お、さあ今のところジャンプ中詰めが一応空対空っぽいんですよね、ヨガンで。そうそうそう、ジャンプ大パンが一応、まああの、とりあえず空中にいようっていう。で、表裏のわからないテラーはとりあえず軽爆でスライディングラックをごまかすみたいな、うん、っていう話っぽいですよね。さあ、これはガードできる。あーっと、露骨に投げに行ったか。テラーは先読みがあのクリスタルに負けるという。クリスタル判定強いよね。うん、強いっす。さあ、1。さあ、一本取られた方がめっちゃ減ってる。まあ、ハイクロー結構減りますから。さあ、上から大パン。おっと、大パンで返す。さあ、大パン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 と上から投げる。上から投げる。さあ、このね、がむしゃらな投げもやっぱ速いんでね。またさっきと一試合目と一緒。対応が難しいっすよね。さあ、ハイクロー対応するね。ハイクローはあんま使えないのでは。あ、さあ、これはきつい。スライディング、おどの見せて。さあ、投げていた。4人目、森君の竜。森さんの竜ですね。まあ、奥深いんじゃないですか。別に
っちでもいいっす。さあ森くんは今竜なんだ。竜バイソンも使いますけど、まあ竜でしょうね。投げ。さあ歩いて大昇竜。これ当たるんですよね。竜巻。さあ竜巻仕込んである感じですね。さあ。さあ、ちょっと高かったか。ちょっと高かった気もしますが。あ、ライオシから確かに。いや、イレッパー間に合うでしょ。確か。バルログは早いよね。ダルシムも早い方だけど、入れっぱだと逆に飛びがすかるけどね。さあこれは真空が振る、まあ、まあまあまあ結構痛い。かける、投げる、暗い投げられるってやつだね。さあなんて書いてあった、中島さん、まあ、中島さんか、帰りですほぼほぼ4対4で今のところ並んでますが、今のところ関東は数の有利をキープしているというとって感じですね。キャラなんだ、ガイルか。そうです。バルログ。さすがにバルログで対処はちょっとって話だった。そう、森流がかなりいい動きしてますね。いやちょっと取り込みきついぞ。出して差し込んで、さあサーマー思い切った投げ返し、よくソニック打った今。さあこれは確定。そうですね、まあサーマーで逃げてもダブルサーマーで逃げて死ぬしかないと思います。まあガイル戦は結構やってるんですか。ガイルはさすがに関西いっぱいいますからね。いるんですね。関西はガイル兼サガットが非常に多いです。おぉ、サガット多いんだ。サガットは多いとまでは言わないけど、まあいますね。ガイル兼残銀はめちゃくちゃ多いですね。ダルシム使ってると割と入りづらいところがありますな。そうなんですよ。まあ、最近僕はあのなんでアローが入ってますよね、ダルシムで。おぉ、スタブ。さあうまいぞ。飛んで、あー、チューリー、チューリー。さあ、どうだ。シンクないんで、割と竜はやることないか。おーっと、チラシちょっと待っての、チラシがなんかやろうとしてたんですかね。ハブコが踏み込みですかね、わかんないですけど。さあ、ヘビースタブ。さあ、裏剣ではなくてスタブだったら大昇竜。さあ、ナイスガード投げて、しかし投げられて竜巻。おーっと、ラビニ半角やるな。さあ、三段はギリギリ入らない。まあ、いい。さあここの溜まった真空溜まったところをどうしようかっていうのがガイルの真骨頂。チラシ。さあこれはガイルのペース大勝利。あっとこれはまずいぞ。ガードしたが、さあだどうだ、真空溜まった溜まった、微妙。これはちょっと、あー打ったしまった、ちょっと早かったか。さあリードしたか、どう、ではドローかな、ドローか、ドローか、いい勝負だ。まあ竜がいる戦はね、こういうのがありますよね。いい勝負で、さあファイヤー出て、さああと千代翔、あとファイヤーが化けたか、まずいぞ。しかし食らってくれたので、大事、やりたい、竜としては美味しい展開。おっと勝利潰した。しかしまだ、うわー投げて、くらい投げ、しかしシンクあるんでちょっとやりづらいぞ。さあ龍河がちょっと落ち着いたかな。あーさすがに、それはさすがに打ったか。さあ次がほぼ山本さん、チュンリーですかね。はい、ここら辺から関西勢は濃いイメージが出てきますね。関西勢というか、まあ関東以外か。投げる、そう投げ足、飛び、さあ繋がった、クロス。これはかなり竜のペース。さあ関西勢は
チュンリー戦は、うん、オトチュン、さあこれはオト真空ではない、削ギリギリ削れなかったか、あっと、お投げにいかない、これはレンガですかね、今の最後の波動拳は。何待ちだったの、昇竜待ちかな。まあ竜巻とか昇竜もあるからね、まあ真空が一番まあ怖いんだけど、うん、逆にと思った可能性も。ちょっとチュンリーやりづらそうですね。さあこれはビタで合わされて昇竜拳、さあ全部角が当たってるぞ、安いか、あっと、さあまた真空も溜まって、しかしこれは戦列はあるのも中足、まあ、今よく中足を打った、よく打ちましたね。さあ次は M 浩二さん、キャラなんだ、キャラは何なんでしょうね、DJ、 DJ、 さあ龍 DJ、まあ、若干龍有利って言われてますが、そうですね、まあ DJ はね関西割といるんで、大昇龍、ね、これ龍されるとね DJ もね相当きついんですよね。大志、さあ森龍はかなり持ってきたか、あ、おとなす、さあ友田さんは長着と、さあ大昇龍、大昇龍落ち着いてきましたね、しっかり普段通りの動きができているといったところ、おっと暴発が、何読みだったんだろうか。さあちょっとスマイトビスライディング入って、あっ と、はい、今アンテビできたやつに見えましたけどね、まだ出してなかったのかな。さあ端はきつい、飛んでなんとか脱出したが、前飛びも打ってこれは間に合わないが、まあ、ガードで十分というところ。確かに。波動、波動。厳しいね。さあ、おちゃる丸さんですね。ああ、暴発だぞ。ですよね。さあ、ホンダ。ホンダ。ホンダも関西勢は割と慣れてる方。いや、これ相当きついでしょ。うん、どうすか、しかし、いきなり画面端、竜巻。さあ、しっかり最大確定させてるっぽいですね、あれは。さあ、入って、ホンダは結構いいリードだぞ。さあ、これはもう割とどうしようもない。確かに強気ですね。さあ、2ラウンド目も、さあ、ここはさすがに、あ、ちょっと、はい、さあ、波動、波動、あ、どう引っかかる。さあ、今のにお釣りを入れられないのはやばい。おぉ、どうすか、めちゃくちゃやるな、頭突き重ね。まあ、確かに何も出ないと思えば、あ、打ってし、いや、まあまあまあ、まあ、ここは昇竜、それはさすがに波動を見てから打たなくちゃいけません、あれは。ちょっと今のはもったいなかったか。ただガードの時のやつは食らった時よりはちょっと難しいんだよね、リバーサ勝利、ちゃんとリバーサじゃないと割れない。まあ出るでしょう、これは。まあ出すけどね。でもあんまりあのシチュエーションでないから慣れてないと。なるほど。さあまた出ない、さすがに。おっと、これは前から真空を使って波動、波動でゼロドットのまでいかなかったか。さあ続いて歌舞伎くんバイソン、この辺から関東側も辛いメンツが出てくる感じ。歌舞伎君は結構流線やってんじゃないかな。あ、うち投げて、まあ、あの場合は別にね、まあ、食らっていいレベルですね。さあゲージはお互いほぼ同時に溜まって使っていく。さあもう補出、ちょっと早いか、おと、ちょっと危なかったか。龍側はね、でも割と溜めやすいんですよ。ああ、バイソンが一回離しちゃうと大変なことになるけど、なるほど。
しかしこうなっちゃうと、うん、ドラゴンダンスさすがに引っかかんなかったね。龍だとやっぱちょっとね厳しいかな。まあ当たった時の怖さもあんまりないし、ね、まあ行きやすいっすよ倍速は。確かに俺はバイソンがかなり。さあこの相手は龍は痛い、ね、お逆側に行った。さあ体力はほぼ五分だが、ターンパンチとスパコンが、スパコンがあるのがちょっとね、まあ、ダイソン有利ですね。まあ、バイソンの方が精神的には今有利な段階。さあ弾っちゃうと、怖くないですよね。まあそうなんですけど、この後はね、おっとさあバクチン、うわっ今のはスパコンかくるやつですが、もう出しづらかったかな、ちょっと。さあそこまでね、2回目は打てる。バイトビー、さあいい竜巻。あの竜巻は振り向きヘッドなのかな、難しいっすね。アンパンチ飛びが耐える。超流拳、これは見てから打ったやつですね。コマンドだけ入れといて、そうそう、バックジャンプって言ってたら、ボタンパンチボタンを押す。さあ、ヘッド、さあ、まだ打っていく。うっと、今のは今のも隠るやつ、隠るね、確定のやつですが、大足はやっぱね、大足一番まず難しいんだよね。竜巻にするのが一番いいんだろうと。これはさすがに間に合わなくて、どうするか。さあ、ここで真空が、こういうことが起きてしまう。さあ、奥攻め、奥攻め、どっちだ、投げー。さあ、野口くん、フェイロン、フェイロン、さっきの試合見たらいい勝負してましたね、この2人。4人目と9人目、結構もう差がないね、あんまりね。まだ数的には関西が、あ、関東が有利。今日関東有利ですね、だからね。さあ、リレーレッカー、あっと危ないね、ちょっと危なかったが、引き付けが足んなかったか。さあ、はいね、これしかだろう。あっとっとっと、昇竜拳、次。さあ、つながってないが、まあまあまあと、怖い。しかし、さあ、進化あるぞ。どうだ、出している、しゃがみアッパーでしたが、まあ、落ちている。落ちれば OK。まあ、台で台ボタン押したのが良かったですね。5番とかだったら多分負けてたかもしれない。森流6連勝ですか。投げて、これはしっかりガード。他に竜には勝利はできないか。恥は無理なんじゃないかな。いけるのか、いけるんですかね、よくわかんないですけど。投げて、ナルシムやられる。さあ高い、さあ結構リバサ勝利が当たってるイメージしますなぁ、バクチは。さあシンク溜まった。さあ暴れていた。さあ今の真空食らったのはちょっと悔やまれますね。長州さんの剣ですね。あーでら支援消されたっぽいっすね。あんま下段に当たんないよね支援って。龍拳、さあ見てから飛んだっぽい雰囲気あったけど、なんか当たってますね。ちょっと遅かったね、うん、さあもう8割。さあこれはセーフティーリードで言えるのか。まあ竜相手だと微妙だね。さあ大昇竜、さあ次食らうともう、あー数数えてね。まあまあ、すごい落下としたな。まあ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 、なるほど。おっと、うまくごまかした。しかし二択に読み負けて、まあ、リードしてるのは剣ですが、まあ、全然セーフティーじゃない。さあ大大、これは結構でかいぞ。竜巻、森さんのあのなんか暴れが的確っすよね、さっきから。切り返しというか、リバサ昇竜とか、さっきの竜巻とか、ああいう技がよく当たってるんでしょう。前飛びしかしてねえじゃねえかよ。さあ、ちょっと、ガー前飛びしかしてねえじゃねえかよ。なんだ今のリバサのアタックってよ。中昇竜、中昇竜はないっしょ、先生。適当にボタンガチャガチャやってるだけでしょ。さあ、グッチ竜、ガードでも死ななかったのに、唯一死ぬ選択もしましたね、今。ひどいな。さあ、グッチさん、美的行為まであるな。
並んだ。どっちが一人一冊できるかというところ。とにかく乗ってる森流を止めたいですね。確かに。おっと差し込みは？ハイキック。お、勝利あの距離で。さあ先に黙ったのは森流。さあお互いデータがない同士だと割と思うので。じゃあ。乗り乗ってる方が強いか、さすがに。さあ前に歩く愚痴流、しかしまだゲージ溜まってないのはきついですね。溜まってないのきついね。さあ下がっていく、ちょっと慎重になってるのか森流。おっと、なんだなんだ、 2P の取り合い。んどうだ、投げる強気シンク、お互い怖いですからね。間違いない。さあこの辺は打ち合い、これは踏まない。さあ先に溜まるのは森っぽいな。またさあ溜まった、溜めるのはうまいですね。さあ使ったが、まあ、これはこれでというところなのか。さあ止まれた。さあ勝利。中央捨て拒否投げですか今の。投げだったんでしょうね多分。あっと叩いてなかったですね今。お、浮き上がり中足。おーっと、うまい、うまいっけ。何か投げが、技が出てたね。ダイヤ足かな、うん、なんか技を通常は起こしたんでしょうね。さあグリグラさん、グリグラさんですね。もう6人しかいねえのか関東。いやー森流大活躍、9人抜き。いや、あの、サドンデスで、ね、出番、出番はあるから、出番は絶対あるんで。あの、ね、東西線形式だから金払ってんだな、ちゃんと出番ありますよ。金払ってて一回もやらなかったらやべえだろ。まあまあ、あいち。さあ、しっかりガード。おと、さあ、C はしっかりガードしている。イーロン側も割とやりづらそうですね。さあ、上は見て、しっかり昇竜。あっと、食らっている。これはゼロドット。いやでもフィーロンまだ分かんないよ。まあ、分かんないですけど。投げは失敗した、分かんないけど。ダツマキ、そう、こういうのがね、そう、もうガードできなくなっちゃうのはきついっす。そうなんだよね、竜巻は結構ねガードに有効なんだよね。さあ垂直、しっかり垂直して。おさあ、こうやってつながって2段目から竜巻を読んでいる。送らせてアドゲン、とりあえず画面足から出して真空も貯めた。投げる強気、無理やり繋がらない。で多分大パンとか繋がらないくらい方、繋がらなかったね今のは。多かったんで2択に持ってきました、ね、2択に持ってきましたね。これはメリコム2段。あでもマジか。さあし手堅く3段決めて、これはこれはリングがきつい。もう真空ガードできないのはやばい。いやー厳しいぞこれ。さあ1安全に勝ちましたね。さあバイバーさん、さあバイバーさん、フォーク。さあ関西勢はフォークフェイロンは苦手、バイトあんまりいないので。あ、フォークいないんですね、うん、というところはあるんですが、ただね、野口くんとグリグラさん倒してるんでしっかりできてますで、フォークも頑張ってほしいですね。あ、うち。さあ高田健。おお、なんで今の裏打ち中パン。中パン負けなかったわ。おっと踏んでしまって、画面端垂直食らう、大事。おっと、ちょっと危なかったか。おっとっと、怖い場合は。あ、うまいですね、冷静ですね。冷静ですな。このまま全員抜かれちゃうよ。さあさあ画面端、ここは竜脱出したいところ。逆にフォークは仕留め切りたいところですが、とりあえずラインが戻った。あっとちょっと遅れた、さすまき。あっと5番がミスったか。で画面端が入れ替わる。昇竜拳、大昇竜しっかり。
いやーホークのこの上から来る攻撃見切りづらいですからね。さあこれはビタで当たって、ダイシー、ダイヤシー下がっと落としか、おー、ワイトビー。さあ真空があるのでこの状況になるとちょっと、うん、竜は竜が有利かなという気はしますが、わからない。こういうことになる。さすがにピュンピュンやっちゃダメだろう。トモダさんですね。トモダさんですね。トモダさん来てたよね。トモダさん、はい、ありましたね。さあ関東は残り4人、まあ、4人目なんだけど、関西へ、関西というか関東以外ですかね。もう出番来ちゃうんだけど、上り中盤、画面足投げ返す。さあ、お、投げ返しか強気ですね。さあ裏回って、おっと、ピヨらない、ピヨらなかった。これは、ま、月があるのかも。リリュー月がありっぽいですね。残り70秒、11連勝してますからね。これはな、おっとっと、しかし手前真空が怖いぞ。そうですね、一応ナイトメアも、さあ使うスターが、おーっと、おー、終わり大キックやる。今のはもう飛び込み一点読みですね。まあ無理やりめくりに来るだろうと。まああれはさすがに龍側も、おお、すげえ、ピヨらないが、ピヨらない、さすがと、しっかりガードした。トモダではね、うまいんですよ。さあ、シンクはよくガードした。これはベガ、大幅有利な展開ですが、とはいえ、キャラ差はあるので。いやー、セーフティーリードじゃないかな、残り50秒で、シンクないし。どうなんだろう。大キック、これはきつい。あと、あっ、あー、先ほどと一緒。シンク溜まってたんでね、重ねシンクでよかったんですけど、ちょっとゲージが見えてなかったですけど、でも素晴らしい活躍でしたね。さあクスモンド、さあクスモンド、ホンダ、ホンダかよ。さあトモザペが非常にいい活躍だったんですが、いきなり次がホンダということで試練が続きます。おつやだね。いけるのか、初大キック。まあこれはもうどう考えても本田優ですね。とはいえ、とはいえ、ね、まあ、ベガもね、朝日とか結構勝ってんでね、まあ、のらりくらりやればということですか。まあ針の穴を通すような削りをしていくしかない。そう、削っていくしかないんだよね。さあしかしゲージが溜まってるぞ。さ さあこれは逃げる、1回は逃げる。うわー、逆、これはやばい。さあ、スクリガード、この削りだけできついからね。あー、やばい、あー、くらい投げ、なにやっ、いやったんでしょうか。今、ダイヤシが出てましたね。百貫ですか、狙う、狙うと、対空、いやー、投げか。まあまあ、今のはしょうがないと思います。厳しいな。さあ、おいちょ、入って、この削り、これでもう半分近いですもんね。もう、手がきついよ。もう手が何もできないよ。削っていくっつってもなーって感じだよね。さあさあ、そうなんだね。硬いクスモンド、おっと、さあこれはワンチャン、ガード、ガードされた、お、投げ る強気、まだわからないか。うわ、さすがに。さあジャイアンさんが、マイク行っちゃった、あの試合なんで、じゃあ長津さんがにマイクお願いしましょう。さあ久々復活のジャイアンですが、東州さんの方がいいじゃない、うん、どこまで戻っているのか。これはまあ岸本さんとはね昔いっぱいやった中ですんで、そうですね、まあジャイアンもそんなにやりづらくはないと思うんで、まあジャイアンもね誰しも有利って言ってましたからね。さあしかし今のところその数、それ言った通りの結果になっておりますが、あ、あの当時はあれですよね、後ろ召喚と下召喚あたりがなかった時代ですけど、いや、あった時代あったかな。スラストタイク、スラストタイクはなかった。いや、スラストタイクまでやってたからジャイアンは一応したっけ、やってた。さあ、
ただあーっと、なんか今何をしようとしたんでしょうかね、モンドさん。奥田瀬百列ですか、わかんないな。ちょっとよく暴れたな、ジャイアモって感じですけど。さあ今のは、まあ、多分スカシ大イチョウだと思います。本田的にはそこを削りだけで終わらせるのはちょっとなっていう。まあピオリを狙います。アウトと怖いが、さあ若干出ない。暴れからスラストとは新しい。さあ体力は5分ぐらい。あっと今のうまいですね。鬼無双だったと思うんだけどな。さあハジ DJ の前にフジモンバルログでした。ごめんなさい、フジモンバルログ。フジモンバルログ、先ほど20番2人やったそうで、あ、そうなんだ。18の2でフジモンでした。おお、ジャイアン頑張りましたね。頑張りましたね。俺も2位取れるか自信ねえし、フジモン相手だと。フジモンのバルログは本当になんか自分が好んだ対戦しかやらないみたいな感じの。なんでやばいんすよこれ。この本田戦も超うまいっすよ。あのね、軽爆のね、ゲージの溜まり効率がね、やばい。トゲだよね、正直。さあ踏まないのか今ので。このリスクを負わない戦い方っていう度合いっていうと、オペマイと匹敵するかなと思いますね。さあショーパンで落としているが、見返りが少ない。あの軽爆ってね、何かリスク背負わせたいんだけど、自然にゲームゲージ食べられたから、ね、クソみたいな表裏。いや、みたいなじゃなくて、ジャイアンさんお疲れ様でした。クソみたいじゃなくて、クソだからなぜか負けた方に拍手さあ、ジャイアンさん、知りました。あ、まあ、しょうがないでしょ、これ。さあ、ということで、残るはゆうべが背負の2人。さあ、これはゆうべが燃える展開ではありますが、で何人残しだ ?6 人、5人か、5人か、6人ですね、藤本。ああ5人か、5人ね、5人ですね。5対2。これ全部ベガきついじゃん。ベガ楽、DJ、ダルシム楽な、ダル、ダルシムがまあまあ、うん、まあまあ、ダルシムがまだ一番マシって言って終わってますけどね。確かに全員にはめられるっていうね。藤本のベガ戦はどうなの。いや、よく知らない。さすがにベガ戦やってないか。やってなさそうですけどね。まあ DJ でいいもんね。そう、フジモンの性格だとまずベガ戦はバルログで仕上げようとするでしょう。あ、あの DJ で仕上げようとするでしょう、ね、なんで。さあヘッド逆に行って、とはいえプレイヤー性能は折り紙付きなので。やばいね、うまいやつが使うと。あっと引っ掛けてピオーダガイが、さあうまいな、やはりバルログ戦うめえな、やっぱり。ベガ自体はね、バルログ戦は腕の見せ所的なところありますからね。これはどうだこれ、時間が、時間が、いや、これでもまだバルログ全然いけるんだよな。おー、投げたよ。まぁ、あ、ちょっと高立てに出しちゃったのかな。うん、多分空対空ビビって、おっ、手だ。あー怖い怖い、固めをして、おお、さあこれはちょっとすごい、投げて投げて投げて、あーあった、フジモンさんったがしっかりしている。俺はダルシム殺すためだっけよ。ハジ DJ、 DJ か、厳しいな。いやそれはどうなんだろう。あれ、ユーズさん出てないじゃないですか。入った。草と飲む。臭いね。なるほど。一つやりましょうよ。ね。まあまあ、そうですね。せっかくならやってほしいですけど。それから関西でも来てんのにね。これは、さすがに。でも、紫とか結構いい勝負してんじゃないの。そんなことない、さすがに。この間の藤門紫戦は、うん、フジモンが勝ってた、さすがにかなり。あ、しかしリードしているのはゆうべがなんです。今ヘッドプレスかと思ったけど、普通の取り留めなんだね、見えない。さあさあ、
超越したところにありますね、やはりこのベガーは。まあ、ベガーでも毎飛びあんまりリスクないんですよね。いや、まだこけるとね。まあでもそういうこける感じにならないじゃないですか、あの飛び越したの場合は。そうですね。さあ、前飛び、普通の前飛び、投げ投げ投げ、なんかきた、なんか知らんが、リードしてるのはベガー、まあ、ベガーがなんか、しかも前飛び投げる投げる、なんだこれ。おお、大キック、うまい。しかし時間がちょっときついか。さあ、家出屋さん待ちません。さあ、KKY が出番で、じゃあ長瀬さんですね。 KKY の悪口でも言ってください。最近スマホを買った KKY が登場。そうなんです、iPhone ね。予約ですよ。何年ガラケー使ったのっていうね。 iPhone ですよ。もう10でしょ。10なの、うん、10買ったの、最新版。最新版でしょ。金持ってんなあいつ。いや、他使ってないから。なるほど。ケチケチ野郎って名前はダテじゃない。ケチケチ野郎って言ったら怒るんだよあいつ。ケチケチ野郎じゃねえからとか言って。金玉かなり柔らかいでもないんでしょ。確かに。本当？そう。ここはフライチ。KKY のドリルからのハメは相手の強さによって精度が変わるという。本当にね。昔からそうなんだよね。さあ飛んでしまって、さあ削り、まあ、そしてと最後マジックモード行くわろうと思ったら。今のはまあしょうがないね。もうちょいいい打点でやればよかったんだけどね。まあでも今の見てからだからしょうがないっしょ。まあしょうがないか。さあ、そう、気になったか。今の空振りデビルリバースから投げ落としてましたね。さあ、そしてハメモード。おっと、生徒変わるんじゃないの。いや、変わる変わる。乾燥できないでしょ、だって。まあ確かに乾燥しよう乾燥しようとしてなかったからな。乾燥しようとしなかったから。いや、だってやろうと思えばもうちょっと前で打ってたでしょ。まあ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 、あの、ヨアファイヤーもすらも当たらないっていう場合あったからね。みんな大好きですよ。あと、なんかよくわからんぞ。飛んでしまって、さっきと似たような展開。サイコマジックか、投げる。サイコマジックモード行くかと思ったけど行かないですね。なんか抜けられるらしいですよ、ウーベさんの話だと。さあ、抜けられるかもしれないけれども、相手が抜けられるとは限らない。まあ、KKI じゃね、無理だね。さあ、これ終わったか。さあ、ナイトメアから、そして削りモードですね。はい、お疲れ様、はい、急にサイコマジック思い出したように。急にね、急にね。さあ、そして お疲れ様でした。お疲れ様でした。中村さん、ブランカ、これもまた厳しい。いや、勝ったことぐらいはある、さすがに。余計なこと言わないの。まあ、8割負けてるけどね。ドヤ顔で言うことじゃねえだろ。いや、のじめても負けるよ。俺、ベガ戦下手だから。何戦が得意なんですか。サガット戦かな。サガット戦か。俺もこの前久しぶりにサガットやったけどさ、うん、終わってるあれ。終わってるだろ、あれ。何もしなくていいわ。すげえ楽だった。中村さんですね。無理じゃね、無理じゃね、無理じゃね。あ、飛び飛びの後ね、ちゃんとね、投げね、仕込んでるやつはね、きつい。そうですね。飛ばして、いや、きついな、これ。どうすんの。知らない。対策済み。うますぎなんだが。なんだこのゲーム。いや、ひどい。ストゲーだな。まあ、しょうがないですね。まあ、なんかさっきからかぶせばっかやってない、そっち。まあ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 、作戦ですよ。作戦か。まあね、瀬尾さんがね、一応全部抜ける可能性が全然あるんでね。そうですね。まあ、うちもあと2人で、まあ、なんだ、2人か、結構いい勝負なんだな。そうなんですよ。まあ、これはあれでしょ、ブランカイールとかで、なんかなんか言うなわけねえだろ。西荻のチュンリー使いが、西荻チュンリーじいちゃんが、あの人は、チュンリーじいちゃんはちょっとな、結婚したしな。西荻チュンリーじいちゃん、どう、いい、ね、この呼び方悪くないね。まあ圧倒的にチュンリーでしょ、間違いない。あとこれは、さあこれはさすがにちょっとチュンリーがゲージ食べ直す時間がないんで、きついですよこれは。確かに。うわ、うまい、いい背中入り。さあちょっと嫌な雰囲気だが、あーっと、あー、今のは百裂かな、うーん、ですかね、間に合ったかな、初盤負けるってことね。さあ元キック読み合っていく。
うわーうまい、ありた今のあれ巡りだと思うはずなんですよ。さあ相打ち対空、しかし体力差が状況ついた状況では相打ち対空もきつい。そう、これなんですけど、さあ止まった、リードしてるとき、あーあー出ない。さあこれはしかしまだ戦列があるんでね、これはちょい歩き、いや気候圏に負けるから、何言ってんの、もう何でやってんのあったこのゲーム。チュンリーの必殺に全て負けるからグランドシェイブ百列にも負けるし、いやこれ分かんないぞ、もうだから分かんないんだって。追いついたぞ追いついた、残り10秒、いやうー時間が、まあしょうがないですね、戦列ちょっと怖くね。じゃあ最後エキシビジョン永田さんお願いします。なんだこれ、最後までかぶせかよえ、そんな、いや順番決めた俺天才じゃねフジモンがバルログじゃなかったらだいぶ違うんだって。いや、わかんないけどね。前さあ、開幕2万円遊んでおります、永田正月ちゃんと真面目にやれよ。結構ね、松ブランカとやってて結構負けてんすよ、うん、最近。あ、そうなんだ。だから、勝ちたいはずなんで、まあ最初はああやったけど、この後は真面目にやると思います。で、最初からやれよいや、まああれは挨拶みたいなもんだからやべえだろ、その名は負けにもなるだろあれ、最大なんだろうね、電撃かな。最大ね、着地に中足中足ローリングでピヨリ、やべえだろ、ピヨっちゃやべえだろ嫌がらせかな。さあ、中村さんも思わず苦笑いまた飛んでる。いやこれちょっとブラがきつくね。いやきついよそりゃまあ X よりマシだっていうだけで、あマシなんですね一応。まあオイチョもないから、あなるほど、うん、一応攻めは紙でね、紙も通らないことはないみたいな。でもコパン強くね。まあね、じゃあ終わりお疲れ様でした。おしまい。はい、ということで、はい、じゃあその他地域の勝ちということになりました。ありがとうございまし ました。意外と早く終わったね。はい、明日本番ですね。皆さんぜひぜひご近所お誘い合わせの上お参加ください。Sonic Boom!